これはね、マークマウスで。ああ、これも見たい。ほら、これ。あ、そうそう。ここやんなきゃ。そうそう、これもマウスで。ほいで、ここに。ダンス身体表現をいつもしておりまして、でお寺に住んでいるっていうこともあって、神様とか仏様っていうのをテーマに踊るっていうことに少し興味を覚えておりまして、でこの道祖神のチラシを見てあって思って申し込ませていただきました。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。あれ、そう、時間が今9時4分の深田さんがメディアアートとこう割と最近人類学的なリサーチを何年もしてますけれども、あ、震災後ですね、特に最初メイド科研究会にいたので、当時徳田寺さんと一緒にフィードアップして、それは上野原の井戸っていう集落で行ったんですけど、今回ちょっとあの写真を持っていくの忘れちゃったんですけど、そういうことで、なんか民族学のことをやって少しやってたんですけど、うん、今になってアートとしての民族学に関われて本当に嬉しいなと。一つ追加すると、深田さんとは札幌国際芸術祭の1回目、2014年と、あと茨城県北芸術祭2016で一緒に仕事して、本当にすごく楽しく刺激を受けております。こちらこそもね、本当によろしくお願いします。おどのあかみはらにみそにさいたまいしときになりませるらえどのおかみたちたびいばらき天国現実先のあがてのどつとして想像上の死の過去と未来を。本並清さんで静岡から今日は来ていただきました。よろしくお願いします。僕自身丸石紙の専門ではありません。現代美術のまあ、四方さんと同じ美術評論家連盟の会員なので美術批評家です。ただ並行して丹下健三の文科生の方で、建築都市計画ランドスケープみんな僕数十年やってて、並行して両方やってる人間で、今は美術の顔で話しますけど、それで中澤伸一さんとかお父さんの厚さんは丸石紙が大好きで、厚さんは本にしたけど他の道祖神は嫌いだと思います。で僕も同じです。でそれは理由はやっぱりそういう人間のしがらみとかの形の具現化したものが武将としての、人間が彫ったものの石像はやっぱり興味ないんですね。で現代アートがなぜ好きかっていうのは武将から抽象に変化していくところが好きだからということで、それが共通するからはっきり好きではないというのは中田新さんも僕も淳さんも同じだと思って今強く言いました。以上です。2010年の10月に石子純蔵と丸石紙という展覧会を美術批評家の沢良木ノイさんと私と中澤伸一さんの3人で企画を立ててやりました。この小池さんというのはその丸石紙に出会ってから丸石というものの中に美術の、その全体像があるんではないかというふうにたどり着いた方だろうと思います。でもともとは絵描きさんなんですよね。でこの60年代に石子純蔵さんと出会って、その
美術というのがその遠近法だけじゃないということを夜を徹して石子さんたちと話をした仲間がこの原色という連中があって、実はそのモノ派というのがこの後に出てくるんです。それが今世界的に日本を代表する戦後史の具体美術協会とモノ派というのはもう世界中で日本の現代美術をリードしたと言われてるんですけど、実は石子と原色っていうのはそのモノ派を生み出す時にモノ派の若手をに影響を与えたであろうということがあったんですけど、ほとんど美術史の中では21世紀まで語られることはなかった。丸石神の本の時の調査団の一人がこの小池さん だったので、中澤さんもこの作家を佐木さんと僕と相談して展示することになったといういきさつがあります。それでこれが今言った丸石神といって、この中の、遠山さんっていうのは写真家で、石子純三さん、中澤敦さんっていうのが中澤新一さんのお父さんで、小島福士さんっていうのが、石彫家で、堀さんっていうのが山梨県在住の、美術家という、この方たちが文章を載っけてて、石子さんが亡くなった後にこの本が出てますので、石子さんの追悼の本になったということは、石子さんの最後の死に際の仕事は丸石神だったと私は思ってます。これが石子純三さんという方 で石子純三さんというのは東京生まれで、東京大学を出て、縁があって、病気治療っていうか結核だったのかな。それで清水日本社がある鈴代というところの商社に勤めたことから、その静岡にいた若手の美術家との交流で、その美術というものを超える新しい表現を切磋琢磨しながら討論し合ったということがあります。で、これが石子純三さんの、やったものを広めたんです。これはキッチュという言葉があります。下手者とか際者とか、そういうことなんですけど、今言うサブカルチャーとかそういう形にこう石子さんは取り込まれているんですけど、これは木村屋っていうのは石子さんの本名が木村大天、石子純三っていうのはペンネームで、木村康助と本名を言うんですけど、自分で大漁旗を作らせて清水港の木村だってことで、自分の大漁旗を丸石ですよね。はい、野沢と言います。今度12月にレクチャーをします。中澤新一の秘書みたいなことをしてます。丸石はもう20年ぐらい前からさっき話にも出た中澤敦さんの本を読んで、すごく感銘を受けて、それ以来ずっと追いかけてます。よろしくお願いします。戸田さんが、お店を準備しつつ、で今回はその数年住んでいるうちにこう丸石を自分でも見るようになったり、ちょっと石を集めて家に小さい道祖神を、はい、作ったり、はい、最上傑の小池さんです。よろしくお願いします。今日皆さんと違うところ写真撮ってると思います。で、辻さんです。辻さん、東京で働きながら、今ちょっと山梨に行ったり来たりしてるという、山梨にこう戻っていくときにこう実はお父さんが、近所の道祖神のこう守りをしているってことが今回話して分かったりとか、近藤とも、ともきくん、近藤くん、近藤さん、19歳、近藤さんはファッションの大学で学びながら、で今日も完全にカエルとね、ヘビとかをつけて、準備万端の。すいません、うちにこれしかなかった、アウターが。はい、
ずっと言われます、はい、あ、マジか、縄文スタイルで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、渡辺さんがキュレーターで、今平倉圭さんという研究室で学びつつ、はい、自身もキュレーションして、浜松の天地工作っていう、芸術集団の研究をしている上で、この丸石神とも出会って、今回そのもう一回こっちの方もリサーチしたいというような、はい、鈴木つなさんがこちらで、はい、道祖神祭りに関係する民族芸能と、自身の身体表現の結びつきっていうのの可能性をちょっと探っていけたらなというところで、今は、まず一ノ瀬高橋の春駒のリサーチから始めようかなと。金丸さんは石に宿るものをこう読んで、いつ読んだんでしょうかね、こう結構、ま、だいぶ前ですね。だいぶ前に今回の道祖神について見ていくという、そうですね、はい、スタイルで参加していただきます、はい、よろしくお願いします。芹沢と申します、よろしくお願いいたします。僕はですね、釈迦堂遺跡博物館というところで学芸員をかつてしておりました。で、縄文の遺跡でして、山梨は縄文王国ですから、丸石はゴロゴロ発掘で出てきていました。で、それと同時にですね、僕石仏をですね、地元勝沼町と一宮町、釈迦堂遺跡博物館というのはその当時勝沼町と一宮町両町でやっていましたので、その領庁の石仏を全部訪ね歩いて、特に石尊さん、その当時は石尊さんをずっと調べてたんですけど、道祖神も当然縄文時代に起源があると言われていましたので、ちょっと調べ始めたら深すぎてよく結局わからないと。結構ここでまずこの展示場所の衝撃を受けていただいてから、もうなんか前川邦夫さんっていう建築家の設計で、で割と流れ正幸さんとっていう造園兼彫刻家の人と組むことが多いと聞きまして、でこれは流れ正幸さんの庭の一部っていう形になっています。で、これがまあ噴水の彫刻みたいな感じで、これはなんか黙って僕はここに今こうなって、はい、これだけ僕が勝手に置きました。本並さんをいろんな車に乗せるのがいいと思います。本並さんいろいろお話ししてくださるので、そうだから、はい、あっちに乗せてこっちに乗せて、ね、渡辺君いろんな話を、渡辺君とこと、ね、一緒に、そうですよね、うん、やっぱこれもわざわざ持ってきたのか、出土したやつなんか丸いのがあるから持ってくるって、うん、これ後から追加されてるんですか、ね、火山、うん、この辺で火山、うん、これとかもこれとこれとこれは丸石だけど、うん、そうなん これなんかこの上にあったんじゃないですか、もしかしたら。ちょっと置いてみてみましょうか。それができるし、ここじゃないですか、だってここだけ色違いますもん。ほら、あ、いい。あ、いい、いい、いい。これですよね、多分ね。こうなんか、この一気に強度が出ました、この感じ。いいね、いいね。うん、ねえ、だから眉卵、あとぶっしゃりとかに全部要約しちゃえば話は早いんですけど、そうそう、でそれがないから面白いんですよね。そうそう、何だかわからないから、それが面白いんですよ。なんだかわからない、うん、で芸術も似たところがあって、現代美術いろいろなことをくっつける人いるんだけど、はいはい、大体それはね死んじゃうんです、あの変な話で終わっちゃうんですけど川の中で、そう、これこれだから未満のやつですね。未満のやつですね。ミマも可愛いですね。そうなんですよ。
これとかだってどう見てもこれもうほらこれも完全に元道祖神ですよ。時間の問題ですよね。これ道祖神、あこれは神ですね。神です。あなんで分かったの？じゃあこれ神です。いや見てくださいこれ。いや丸いから。でこれ全然違うって、これが石神未満だとしたらこっちこれ多分道祖神だったやつか、ね、縄文時代に磨かれたやつかもしれない。なんかどっかに祀って帰ろう、うん、これちょっと祀って帰りましょうか、はい、どこに祀った方がいいかな、そうですね、あのじゃあこれみんなで渡しながら、あれだよ、慰霊形式の重いらしいの、慰霊形式で行きましょうか、これがでも道塚にもずっと置いとけばいいじゃん、道祖神作ったって。じゃあそうしましょう、うん、新たな霊説となるんだ、じゃああの美術館のあの石で土台をみんなで作りましょうか。そうですね、これなんか歩いてたら出会うみたいなもうやっぱね、そうそうそう本筋の、パンパンですね。これなんかちょっと会えるといいですよね。ありゃ台座だぜな、削れてるもん。こう7日市場の途中街道、これが街道だ、これがその何キツっていうんでしたっけ、はい、最上級、最上級です、うん、丸石はいいけど、うん、それ見合っちゃうから、ね、これは人工的に、人工的に硬いんで、はじめ僕これ開けてると思ったんですよ、ずっとこうやって、うん、じゃなくて石で叩くんですよ、ガン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 、ほんで掘った後に穴ができたところでこすってくる、 ですから最後のところがツルツルになるんですよ、結構そこが調整してありますよね、ツルツルに、でこれでこうやって叩いて開けた、これは儀式の時、お参りの時の多分儀礼とか、そうか、お参りのためにやってたら、そうそうそう、で多分で舞穴とかあるはずなんですよ、あの舞穴、ま、あのじゃないと同じところにここまで穴開けるのってすごい大変で、海外の事例とかでやってる人がいて、このサイズぐらいの深さで25時間とかひたすら叩き続けてる、20時間とか叩き続けてるんで、だからやっぱりその毎回お参りのたびにこう叩いて穴開けてってやってるんだと思う、誰がやったかも関係なく、これは素晴らしいですね。すごいですね。これはすごいです。すごいですね。なんか熱気も入って、夏、この一日の中か。色が全然違う。あ、ちょっと青い感じで、ちょっとおかしくしますね。新参者な感じがあります。ちょっと挨拶して、あの、偉い成分をもらって。になるな、あのここの八島さんをちょっとお写真に撮りたいんですけど、これでそっち側から入って撮ってもいいですか？ここお祭りっていつから準備されるんですか？お祭りって何の？どんど焼きのこと。どんど焼き。14日の晩だからね。1月の14日の晩。14日の晩で、もうお正月この頃はもう3日明けたらば4日頃から、なしは日曜日にぶつけて作るわね。なるほど。お寺、河原ってあの竹をうんとたくさん取ってきて。竹ですか？竹で持ってほら小屋の骨組みを作るから。それ火とあの藁とか火とかで、はい、で縄でねこう締めて、うん、そうそう。
向こうの方のね、ところをね、掘ってたらね、あれが出てきたんだって。あの丸石がでかい。あんな大きいのか。うん、で向こうの方って、この。で、どっか持ってちもって話だったけど、もう、うちの方の同窓人にちょうどいいから、そうやって持ってて、あそこで生活庫にね。候補出てるけど、ね、100になる親父がそう言ってるだから。少なくとも数百年前だけど。ああ、まあ、まあ、言い伝えですよね。言い伝えだよね。伝承だからね。掘ったら出てきた、うん、いやそれはうちの味が知ってるこんだから、うん、まあ、ある種っていうのもおかしなもんだよね、この辺、そうだよね、この辺ばっかり、うん、周りの石は大体俺がみんな乾いて拾ってきたで、いいのを見つけて、あ、そうそうそう、ただだもん、遊び、ただだもんね、やっぱ一瞬で分かるもんですか、これは神様か、神様じゃないか、うん、ここに置くと神様になるもんね、うん、自分がいいと思って持ってる。拾ってるおっちゃんがいてね、うん、何拾ってるって、ゴルフボール拾ってるだってね、警察官だと。で、犬を散歩しながら、と俺は俺何をしてるだって職務質問を受けて、俺は、まあ、一応、じゃあ俺がそれ拾ったらやるから、ゴルフボール拾ったら俺に来るよっつって、これはどうだなんつってね。南米の人とかこんなでかいカゴにバーッと乗せて頭乗っけたまんまでこうやって歩いてるもんね。そうですよね。いや本当に。変なの声食わないでいいの。いいの。いただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。もういいからもういいからもういいからもう大丈夫ですよ。申し訳ない。これワインにするとイチゴみたいな甘い香りのするワインになるんですよ。これなんて言うんですか？マスカットベリエって言います。なるほど。下の石の上まで全部ここ丸石ですもんね。めちゃくちゃだ。まあいい。死にはしにはしないですけど。洗った方がいいですよっていうぐらいの。あ、ここまで来たか。え、これもゴールなんですか、笠原さん。今日のゴールこれですか。ゴールはないですもん。名言。コロナになって無人もない、飲み会ない、人に会えなくて寂しいな。生活が苦しいのはあなたのせいじゃない、政治の責任です。こんなに丸くて、お母さんもこの石を増やしたりとかあるんですか？
まあ、出てくれば入れますけどね、ここへね。出てくれば入れる、やっぱり。で、草でも取ってね、出て、丸いような綺麗な石があれば。お母さん入れたの、ちなみにどれとか覚えてます？覚えてない。いや、こういうのが出てくる。そうですね。あ、そうです。あ、なんだか。今美術館にお勤められてる。あ、そう。回ってて。あ、本当。で、やっぱお母様です。やっぱどんどん増えていくなみたいな話も出てて。そうそう、増えてきますよ。あ、やっぱり。うん。いや、畑の中も結構丸いの、いろんな石出てくると思いますけど。そうですね。丸いのも結構出てくる。出てきますね。でも おばあちゃんが拾ったの覚えてる。もう家にあるのなんかかなりそうですよね。あ、そうなんだ。じゃあこの辺は結構。そうそうそうね。そのやっぱ線引きってあります？これは神様になるかなならないかなみたいな。いや、丸い石だとね。うん、あ、いいなって。うん、だからあんまり 石を石へ持ってくもんじゃないっていうあれがあるんですよね。あ、ここでは？あの昔からそういうね、石にはね、こう神様が宿るとかなんかそういうあれがあるんじゃないでしょうかね。うん、で、その丸石の信仰っていうのは道祖神だけじゃなくて、この全国的に見られる信仰ではあります。道祖神に限ると、まあ、山梨特徴的ですけれども、で、それとは別に道祖神に関係する信仰、道祖神信仰というのもあります。で、山梨の丸石道祖神というのはここに当たるんですね。で、この道祖神信仰の場合も周辺に他にもいろいろな信仰がありまして、例えば方針信仰と結びついている場合もありますし、長野の方に安曇野の地域だとですね、大黒様の信仰と結びついている場合もありますし、山梨だと、祇園さんとか対馬さんとかと結びついている場合もあります。で、こういうものがまたいろいろ組み合わさって、道祖神祭りっていうのができてます。はい、で、他にもですね、ここら辺に小正月っていう1月15日を中心にした小正月行事っていうのがあって、その小正月と道祖神っていうのも交わっているわけですね。なので、これだけ見ていただいてもですね、道祖神っていう信仰は丸石に結びつくところもありますし、他のものと結びつくところもありますし、いろんな信仰をこう磁石のようにくっつけながら現在の信仰が成り立っているんだっていうことを、まず頭の中に留めておいていただくといいかなと思います。で、丸石道祖神についてちょっともうちょっと詳しく見ていきましょう。丸石信仰と道祖神信仰、それぞれ全国的に分布していますけれども、丸石と道祖神が結びつくっていうのは山梨の特徴です。で、ただし、なぜ山梨で丸石を道祖神として祀るのか、これについての詳細は分かっていません。はい、細かいことは分からない。で、一説として、その甲府盆地とその周辺部に丸石道祖神が多いっていうことに着目してですね、まあ川が多い、山から流れ下る川の多い山梨県ですから、急流域に産出されるこう自然石の丸石、それを祀ったのが始まりではないかと言われています。小さい石がですね、たくさんこう周りに置かれていますけれども、山梨の道祖神の多くの地域でですね、この小さい丸石についての伝承っていうのがありまして、道祖神さんが母校を産んだっていうふうに言うらしいんですね。はい、ちっちゃい石が誰かがこう置いていくんですけれども、だんだん増えていくので、それを道祖神さんが子供を産んだんだっていうふうに解釈して、やはりそんなところには豊穣とか多産の神様としての道祖神っていうような信仰を見ることができるのではないかと。で、丸石に対する、まあ、別の信仰の流れなのか同じ流れなのかというところはちょっとわからないんですが、道祖神に類似するものとしてはですね、
これ千面古写経といって、あの平安時代の12世紀後半に描かれている絵ですけれども、手前に旅の装束の女性がいまして、その後ろに木があって、木の後ろ側に丸石が祀られているのが分かるでしょうか。あのこういうところに丸石が出てくるんですね。でもう一つが、あのやはり、旅姿の女性と合わせて、描かれているものとして、木の根元にある丸石っていうのがあるんですね。で、まあ、さっき、倉石先生の説の中で11世紀から14世紀の間にその文学的な道祖神っていうのとですね、それから、民間信仰の道祖神のその才能感みたいなものとが、混ざり合っていくっていう話がありましたけれども、まあこの時代にもですね、旅ですとか、集落の入り口っていうところと、その丸石の道祖神か分かんないですけれども、今私たちが知っているような民間信仰的なものがおそらく融合していて、まあ、それであそこに何か民間信仰の神様が描かれている。で、丸石と直接結びつくものであるかどうかは何とも言えませんが、旅とあの手の、ご神体というのが何かしら関連づけて考えられていた可能性があるというのが、さっきの千面古写経とこの新三院絵巻から言えることですね。まあ、今は亡くなってしまった甲府の道祖神祭りについても少し触れておきたいと思います。まあ、明治時代になってから、明治の本当に初期ですけれども、まあ、日本の国全体の方針でですね、こういうよくわからない神社とは無関係 の、 小さい祠に祀られているような神様というのはけしからんので、いかがわしいものなので、やめましょうね、やめましょうねというか、やめなさいという禁止令が出ます。で、山梨ももちろん出ていてですね、特にその甲府が県庁所在地だっていうところもあるんでしょうかね、非常に厳しく取り締まりがあったようで、甲府の町の道祖神祭りはですね、明治初期になくなります。で、江戸時代の甲府道祖神祭りっていうのは、さっきも言いました、こう麻の布にですね、10メートルくらいありますけれども、絵を描いて、それを道の両側にかけて、非常にこう華やかに飾り立てたんですね。でこれを町ごとに作るわけですから、競い合って、まあ、絵師を呼んでですね、盛大に行っていたんですけれども、道を塞ぐようにかけるのではなくて、道の両側にかけるわけですから、お祭りの会場になる道というのは常に外に向かって開かれています。ただし幕で覆われている道の内側というか外側ですね、家々、町を構成する家というのは、まあ、幕の持っている呪術的な力によって守られるわけですから、道祖神のその防ぐとか守るというような効果を維持されることができるわけですね。まあ、これ村の道祖神祭りと比べてですね、お祭りの道具も特徴的ですけれども、やっぱり都市だからこそ生まれてきた祭りのあり方だなというふうに私は思っていて、今回コロナでもですね、再確認したんですけれども、人と物が動かないと、やはり経済というのが非常にこう停滞してしまう、まあ、つまりは人の動き、物の動きっていうのは、それが良かれ悪しかれ、都市にとってはこう血液みたいなものであると。でそれによって町が維持されてしまうので、道祖神のその防ぎ守るっていう機能をですね、そのまま町の中に持ってくると、都市、町は死んでしまうわけですね。だからこそこういう他の村の中では見られないような特別な祭礼用具というのが生まれてきたのだろうと考えております。地域活性化委員会の方で、もうちょっとそういう甲府の城下町の武田信玄じゃない文化の発信をしたらどうかというちょっと提案がありましてね。でそんな中で、その当時の特徴的な文化として甲府だけ、まあ、道祖神にの時に幕絵を飾ってそのお祝いをしたというか、小正月を祝った文化っていうのがあると、広重の、目黒不動の滝かな、
の幕絵が実物で存在してて、それが大変貴重だということで、まずは商工会議所でそのレプリカを作ったらどうだっていう話になったんです。その柳町大神宮の節分祭の時に飾ったのが最初なんです。で、まあそれ一枚作っただけだとやっぱりこうなんていうのかな、盛り上がりにはね、広がりがちょっと広がりがないんで、増やしていくためにはどうしたらいいのかなっていうことで考えたのが幕絵コンテストなんですよ。ことになりました。よろしくお願いします。いえいえ、お邪魔しちゃって。広瀬さんも今聞いたところ、高校博物館に、昔学芸家にちょっと行って、はい、学んだ。どこのですか？山梨県県立で、今南アルプス市役所で、市民活動センター長で、全然畑の違う。あ、もう重役。それが京都人材の学校に学ばれてるんで、はい、ちょっとセカンドチャンスというか、次のステップへ進むためにちょっと大学に入り直して。すごい、素晴らしい。これは伊沢の鵜飼橋のところとか、それからこれは山梨の大野ですね。昔はここが桃畑だったと思うんです。でも近代的な住宅に変わってしまって、今こんな状況になってるところですね。これも大野の道祖神場です。でこれが伊沢だったかな、なんか藁で人形を作ってそのまま置いて置きっぱなしのような感じなんですけれども、それこれは勝沼の綿塚の公民館のところの丸石ですね。この石の組み方は綺麗な石組みが新しく磨いて作った。あとね、この石なんか意外と新しく磨いてるんですよね。ちょっと、だからこれはみんな加工石、完成度高い。加工したやつだ。なんか管理がされてるんだと、この加工石含めて。だから、しっかり管理体制が整った、割と最近のものかなっていうね。中は土が入ってる。土で。うん、土と丸石とかレキを入れて、それで斜つまりその石を作るみたいな。そうそうそう。なんか神社自体はこれなんですけれども、割と道祖神で神社に移動させられることが多いと言われているみたいで。生まれたのはもうちょっと向こうなんですけど、地区が生まれた地区ですね。で、松尾神社の説明がここにあって、本殿のこれ自体がまあちょっと本殿まだ古い建物になってます。で、よく2月の節分、14日かなに子ども会でお祭りで獅子舞の2分して僕は町を練り歩いて、誰が御神木？すごい。あ、離れてんだね。いや、境内があっちだったんですね。で、移動させてこっちに来ちゃったんです。あら。で、これが丸石がある。宮地の道祖神の1個がこれで、祠型で中にツメツメになっているっていう。
いいですよね、これ、うん、2つ3つ入ってる、3つですね、3つ入ってますね、なんか卵みたいでいいですね、そうですね、僕がね、見せたかった一つはこれなんですけど、丸石、石神未満の、あ、ほんとだ、いいでしょ、これこれを見せたかったって、ちょっとやばいですけどいや、らしいですねあれも未満で、あれかなり可愛いですよ。可愛い。すごい可愛い。あれなんかやっぱなんかちょっと美意識がありますよね。ちょうど真ん中に。そうそうそう。穴が開いてる衝撃待ちに。排蒸結ですかね。排蒸結を。排蒸結開けていただいて。奥にもありますね。奥の屋敷並さんも。ああ、そうそう。完全にそうですね。皆さん、これ、またこの汗でいい感じで光ってるのがね、この石がね、すごい、こう、いらっしゃるかな、いらっしゃれば許可取っちゃうけど、そうですね、庭を作るときに、石をもらって、その中にこれがあったんですか、あ、その時にあったんだ、石屋さんとかではなくて、造園のところからもらったところから、しかしここに置かれたのはなぜ、まあ、庭に使わなかったってことですもんね、そう、でもなんかさりげなくここに置かれた不思議な、ね、なかなか気になってしょうがないですけど、すみません、ありがとうございます、捨てようと思うんだけど、うん、やっぱり気になるから、あ、そうかじゃあずっとここに、あ、遅くなってすいません、いいえ、とんでもないです、まだね、もう一台来るんですけれども、そうなんですね、はい、よろしくお願いします、お待たせいただいてます、私は、1972年生まれで今49歳になります。でここの店が今年で51年になるんですけど、私祖父が始めた店で、私で3代目です。本屋の、あの子供だとして育った感じですね。で、あの小さい頃の母から、今母と2人でやってるんですけど、絵本の読み聞かせなんかをしてもらって、でそれで民話がとても好きになりました。で、学生の時は、まだ、あちこち行って調査をすることが可能な時期でしたので、東北地方を主に、サークルに入って民話の調査を していました。で、あの民族学全般に関心があって、民間信仰にもとても関心があったんですね。で、これも本屋だっていうこととつながるんですけれど、皆さんも醍醐弟子にご覧になっている、目次者さん の丸石神が、私が小学1年生とか小さいかった時に、まだこれは高校の店が、私が小学4年生くらいに建て直した新しい店なんですけど、その前の古い店の時に、本屋の子供なので入荷したものを開けたりするお手伝いをしていたんですね。でその時にこれが入荷したんですね。でやっぱり子供心にもこの丸石がいっぱいあって不思議で、なんだろう、で中を見たらますます不思議な写真がたくさんあって、でそれでなんかその謎に引きつけられるような感じでこの本を手に取って
ってめくったのが出会いでした。やっぱりこの近くにも丸石神、丸石道祖神がありますので、小学校の行き帰りが敷島小学校というところで、ちょうどこの、 あの前の道をまっすぐ行って、あの地塚の方向に行ったところだったので、そこの行き帰りにもあのこの丸石を見る機会があって、でそういったことでその親しみはあって、でもあの、まあ、小中学生の時はそんなに詳しく知ろうっていう形ではなくて、この本もあの、まあ、めくって写真を見たぐらいで読んではいなかったんですね。であの高校生くらいの時からあの中澤慎一さんをあの読んで、大変あの理解はできなかったんですが、いろいろ魅力的に感じて、であのお父様の中澤敦さんが丸石神の研究をされていたということ で、 で当時あの法政大学出版局のつぶてなんかも話題になったりしていたりもあったの で、 でそこからあの丸石神が何なのかっていうことを追求していらっしゃる方々の仕事を読み始めたり しました、はい。で学校終わってあの10年ほど都内であの書店に勤めていたんですけど、あの父が病気になってっていうこともあって、私一人っ子でもともとそのつもりもあったので戻ってきてあのここの仕事を受け継ぎました。であの受け継いで配達の仕事がメインなんですね。あの今皆さんご存知のようにあの書店もなかなかいろいろ厳しくなってきて、であの幸い50年続いている本屋で、あの昔なじみのお客様に支えられているので、個人のお宅やあの飲食店、美容室に配達をする仕事があの正直言うとあの今の、あの売り上げのメインになっているので、それが私の主な仕事なんですが、配達で回っているとまたその10年学生以来18年離れてたんですね。で改めて山梨の風景があの美しかったり、あとはあの高校生までの時は特殊に感じなかったものがあのいろいろと面白いとか、あの他にはない色あの美しさだったりするっていうことを感じるようになりました。でその一つがあの丸石神だったんですね。で5年くらい前から SNS を始めて、ツイッターをするようになりまして、で当初はあの本日これが入荷したので新発売ですっていうようなあの当たり前なことをしていたんですけれど、だんだんその自分一人でその自分が美しいと思っている風景とか、あとは地元なので武田氏の史跡とか、あとはあの今言った丸石神とか、そういったものを独り占めしとくのはもったいない気持ちにもなりまして、で写真を撮って、で形式として配達中でどこどこにある丸石神ですとか、あとは配達中あのどこに所在するお寺であの武田信玄が会議であるとか、そういったあの簡単なコメントを添えて写真を投稿するようになりました。でそんな中で丸石神に関心をお持ちの方ってやっぱ結構いらっしゃるんですね。であのそういった方は多分丸石神とか丸石道祖神で検索をなさっているようで、ただあのここの本屋の名前ではどなたもあの ご存じないままだったと思うんですが、いろんなあの方がその関心がおありの方が話しかけてくださるようになったりして、であとは遠方の方があの旅行のついでに立ち寄ってくださったりとか、そういったことも生まれました。なので、自分の関心から関心と、あとこの山梨に戻ってきて仕事をするようになったっていうことから、発信するようになった丸石神のその写真から新しく出会いが生まれて、でまた自分もあの新たに関心も持ち直すようなこともあって、であのここにあの今並べさせていただいた本を読み直したりして、であのそういった形であの仕事をしながら地元のことをあの、ま、なんていうか読んで、その ますます好きになったり、あのこれからもあのそういったことを考えたり調べたりし続けようっていう、そういう気持ちになっているのが現状ですね。
あと1点、あんまりこれは表だって言わないんですけれど、その私特段宗教を信じこうしてるわけではないんですけれど、その、まあ、民族学に関心があるので、ぼんやり民族間信仰的なものに惹かれたり、そういったものを信じたい気持ちになったりすることがありまして、で自分自身が毎日自動車の運転をして配達していることもあって、なんていうか素朴に過ぎるんですけど、道祖神は道行きの神だったり、交通安全に関しても今は養蚕とかいろいろなことがありますけれど、でもその旅する人を守る、道を通行する人を守るっていう側面も今では言われることがあるので、で自分自身のその通行の安全を柔らかく祈るような気持ちもありますね。配達と同窓人ですね。そうなんです。これは素晴らしい。なんか特殊かもしれません。いやいやいや、ありがとうございます。ここはですね、国指定の史跡になってます。金星遺跡というところになります。見ていただきますと、大きなこの排石遺構ですね、石を、配置して並べたですね、こうした巨大な排石遺構が、出てきてます。で実際にはこれここから1メーターぐらい下のところにですね、遺跡自体があって、まあ、国指定で保存するために1メーター盛り土をして、その上に同じような形で復元をしているのがこの状態です。で、これ縄文時代の後期から晩期、大体、まあ、晩期が一番あれなんですけど、今からはそう2800年ぐらい前を中心とした、縄文時代の遺跡なんですけど、今から40年ぐらい前ですね、昭和54年、にここの補助整備をしているときに、試掘調査をして見つかって、本調査になりました。当時こういう排石遺構、今は結構いろんなところで見つかってきてるんですけど、当時は非常にこうした例は珍しくて、急遽ですね、その開発を止めて、ここに関しては一部国指定の史跡として保存をするというようなことになっているんですね。でこういう通常の遺跡と違って、ここは縄文時代の、お祭りをですねした跡というふうに言われてます。遺跡の立地が非常に面白くて、ちょっと今日雲が隠れてしまって言ってあれなんですけど、この西の方にですね、貝駒ヶ岳、がよくここから見えます。で、冬至の日、あと今から1ヶ月半ぐらいですよね、12月22日23日ぐらいにこの金星遺跡に来ていただきますと、ちょうどその貝駒の山頂に日が沈む、そういう場所にここを作ってるんですね。おそらく縄文人たちあえてそういう場所に、作って、いるんだというふうに、思います。当時はまだカレンダーとかないので、多分ここでこの山の日の入りを見て、季節を感じていたはずで、この遺跡っていうのはこの地域の中心的な、まあ、遺跡なんですけど、ちょっと大家っぽい。石棒とか立石、石を真ん中に立てて、その周りに、丸くとか四角くですね、石を配置してるんですね。そういったものがこういくつもこう連なって、こうした巨大な排石遺構になってます。なので一度に作られたわけではなくて、おそらくこの100年とか200年という単位をかけて、まあ、少しずつ作られていたというふうに考えることができるんだと思うんですね。一部ですね、この排石遺構を外したところからは、こういうですね、下からお墓が見つかるんですね。石棺墓、石で棺を作ったですね、石棺墓が出てきてます。これはもう、まあ、多分ね、不審じゃなくて横におそらく寝かせて、埋葬したんだと思うんですけど、こういう
下に石棺お墓があってですね、その上にまたこの蓋石をして、この、まあ、敷石をするんですね、敷をしてその上にああいう立石を立てているような、まあ、そういうあの在り方が多分、おそらく多くのところはそういうふうになっていたんだろうというふうに、考えられます。ですのでここは、まあ、お祭りをする後というふうに言いましたけども、まあ、単にお祭りということもよりかは、自分たちのそうしたその先祖祖先みたいなものをですね、まあ、祀る、そういう、まあ、場所でもあったというですねことが言えるのかなというふうに思うんですね。でこの石はですね、ほとんどは安山岩というこの八ヶ岳の、噴火に伴うですね、石を作られて、まあ、使ってます、まあ、この辺りであのどこでも手に取れ入るような、まあ、石がほとんどなんですね。ただですね、いくつかそういうちょっとその黄色っぽい大きな石、それとそこのそちらですかね、そこにちょっと、はい、横だわってる大きな石、はい、ああいうものがですね出てきます。これはあの花崗岩という、石で、花崗岩というのはこの八ヶ岳の山麓からは出てこないんですね。どこで取れるかというと、その南アルプスのふもと釜無川、はいはい、向こうの方には、よく言って釜無川行っていただいた方は分かるかと思うんですが、白いこう砂のですね、うん、砂地になってますけど、ああいうのは花崗岩が、まあ、細かく砂にこうなっていったですね、ものなんですけど、ああいう白っぽいこういう花崗岩を、向こうから持ってきてるんですね。ここから多分直線距離で行っても7、8キロ多分あると思うんですけど、しかもこれ重さ1トンぐらいのですね石を縄文人たちが運んできているってことが分かってます。どうやって運んできたんだかちょっとね定かではないですけど、まあ、相当の多分労力と相当の時間をかけて、向こうの釜無川の方から引き上げて持ってきてるんですね。まあ、こうやって持ってくること自体がもうもしかしたらすでにもうお祭りというか もう目的化されてた可能性もありますよね。山裾の近郊は中のですね石がこういうのローザーよくあるパターンですけどね、この横のこう、そうです、そうです、円盤型の頭みたいな形で、これここをですね、この中に綺麗に出てきたんですか、そうです、そうです。これね、一部ここに関しては、はい、剥がして持ってきてここで復元をしているので、これ本物なんですけど、こういうあの石棒が出てきて、周りにこういう形で石がですね配置をされていて、こういうところからこの席で丸石がこの所に出てきたりしてるんですね。それが、そうです、そうです、そうですね。その丸石も本物なんですか。ええ、そうですね。この無造作に写真がすごいですよね、うん、さっきの山を必ず入れるところがね、またレプリカと全然違いますよね、うん、山梨と歴史をこう思いました。もう一回見てって、この石とこの石の見え方がみんなが変わったと思うんですよ。変わりました。そうですよ、その最初の初日と、そう、初日と昨日と今日で、このなんかこれも遺跡に見えてきた。その人が持っているこう自然的なこう発生がこう体の表現として出ていったんじゃないかっていう、それを繰り返しこうなんかあの日常の中で繰り返していったことによって、一つ の, その神というか地域 の, その結束体としての象徴として丸石が今も存在しているような気があのしてるんですよね。だからそれが多分まだ各地区でどんぐり焼きとかはやられているんだけれども、むしろ本質的な意味っていうものはむしろ忘れ去られてしまって、表層的な部分で地域の人たちがなんとなく、ま、集まってやってるんだっていう、なんかそんな流れがあるような気がするんですけど、この深澤さんプロジェクトを通してこういったいろんなそれぞれの活動をしていたり、あの興味を持っている人が集まってくださって、特にこの丸石とか動物にすごく貴重な機会だと思っていて、本当接点がここであるので、それも美術館の中でこの一種の廃墟とかした10年ぐらい廃墟になっている、この美術館の廃カルチャーをこれを象徴していたのに、震災で10年ぐらい前から機能しなくなった、いわゆる遺構というか廃墟があって、まあ、ここのがまあ一つ接点になったわけですよね。あの自由なこうあの縄文自体もそうだけど、あるものはあげて悩む時にもらったりするような自由な交換の場でもあったので、
そういったことをつってしていくといいのかな。参加者のその8人の方の今までのその経験してきたことを少しでも活かせるような、あのそういうその1ヶ月かなにしてあげたいなってあの思ったから、だからなぜ鈴木さんのことを言ったかというと、つながるなと思ったから、あのその踊り手として何とか活かせないかとふと僕は思ったから、あの言っただけで、まあ昨日と今日と皆さんと回った中ですごくその感じるものはあったので、その今日までの中ではそのやっぱり神聖な部分っていうのですごく感じるものはあったので、そっちあの反対側の芸能を楽しむっていうのは、そのやっぱり春駒の踊りだとかみんなでやっていくっていう風に、それはまだこれから教えていただいたりしなきゃいけないなって思うんですけれども、そうですね、晴れのっていう、私はその晴れに行き着く前の毛のところで、そのいろんな石を見たり遺跡を見たりしてきて、そのあ今日 の8人の参加者の方や皆さんもそれぞれのこう見方とか、なんかこう、あの着眼点の違いとかがあって、その道祖神なり遺跡に対してどういうふうに、まあ、祈るか、簡単に言えばの祈り方が違っていたので、そのなんかその自分なりの一つの毛の部分の日常的な、あの向かい方みたいなのを探してもいいかなと。見えない、お前ない、あ、だよ。じゃあ姿勢も整ったのでちょっと真似してみてください。Thank you.
石だけだったと思うんですけど、今日は総体も見たので見比べながら考えてみると丸石っていうものがある、多分あっちの方が古いんですよね、どう考えても時代的には昔からある信仰じゃないかなと思うんですけど、そうじゃなくてその丸石があるにもかかわらず総体もあるっていう、その丸いのとちゃんと掘ってあるのとが共存していることの意味って何なんだろうなっていうのがすごい気になりました。まあ、僕なんかもあの埋蔵センターにいる人間で、あの今回その道祖神っていうのをやっぱりそのもともと博物館がやっぱりあのメインでやられてたものだと思うんです。その専門職ができる評価っていうのはやっぱその高校的な評価であって美術的な評価じゃないんですね。そういう意味であの僕すごい期待してまして、その学際的にできるっていう部分で、あのだから今回の道祖神も例えばあの今日金星遺跡行ったりとかそういうのを見ていく中で非常にこう、例えば美術館、高校、博物館の3館のもう共同でできるようなあのイベントであったりとかすると思うんです。例えばあの考古資料でですね、死ぬほどあるんです丸石って、あの縄文時代のあの、あのセットになってるんですけど、石皿っていうあのこう石をこう擦ってある、あの例えばそのどんぐり潰したりとかそういったもののセットで石皿と丸石っていうのは必ずセットで出てきたりすることが多くて、パーマネントにそのあの、その美術館のやることだからとか、あの高校のやることだからとか博物館のやることだからじゃなくて、あの
全体でこう道祖神っていうものを山梨独特の、特に丸石なんか独特のものなんで、続けていただきたいなという感想を持ちました。1日目の7日市場じゃないんですけど、おばあちゃんが行ったところがあったので、あのおばあちゃんに話を聞いたときに、いい形の石があると持ってきて祀ってるって言ったんですよ。で、そのいい形っていうのがすごくいいなと思って、いい形、あ、何がいい形かって、多分でもいろんな石を見ると多分これはいい形っていうのって結構みんな共通してて、これは丸石になるの、これは丸石にならないっていうのってあると思うんですよね。その悪いっていうか、その悪いって言わないっていうか、その否定しない良さ、いい、ただいいっていう、わかります？そういう在り方としての丸石っていうのをすごい感じて、あ、いい形なんだよなっていうのがすごくなんかね、いいな、そういう思考ってっていうか。でその丸石未満っていう多分話もそうなんですけど、であと根性遺跡もやっぱり石で礎石を作ってる、家の土台を作ってたので、で今日行った川のそばの屋敷神があった畑のところのお家なんかもやっぱりその壁際にこうなんか丸石を置くんですよね。その なんでか分かんないけどみんな壁際に置くんですよ。だから家がなくなったら多分丸石だけが残ると同じ礎石になるんだろうなっていう、それが礎石かどうか分かんないですけどねっていうのが、もうそれもそう自然に現れてることで、以前その本阿弥さんもその抽象化された形だっていう、究極のね抽象化っていうことをおっしゃってて、で中澤も最近言ってるのがその象徴、記号とか象徴によって人類はこう考えてきたけど、その象徴以前の形でつながれる形がないかっていうのを、ずっといろんな形で探求してきてるわけなんですよね。でその象徴以前ってことをずっと今やってるんだと思うんですけど、丸石ってちょっと本人にはまだ聞いてないんで分かんないですけど、丸石って象徴でもあるし具体物でもあるから、その象徴なんだけど物でもあるっていう、その象徴以前でもあるけども象徴でもあるっていう、なんかそれ全部なんかこう道祖神的でもあるし、その全部をこう何か形に表せしてるこう具体物っていうものとしての丸石っていうのが、改めて今回お話を伺いながら分かって、いやいやいや、あれなんですけどね、象徴っていうと、要は代入できてしまうので、代入させない、代入できない実態があって、だけど、具象ではない。そうなんですよ。そこのところ、石子純蔵が今、全く同じことを言ってる文章があって、全く同じことですね。だから、石子純蔵探知、死に際にたどり着きます、だから僕も行かないと間に合う。これはもう、またついてる究極のものだ。でも未満と以前っていうのもなんか近いものがあって気になりますね。だからいずれにて気になる期待ですか、まあそうなんですね。すべてこう内容してるわけじゃないですか、可能性としてっていうのがですよね。まあ結局さえの神だから、そこにそれがあるだけでくっつける部分と弾いちゃう、歴史的なのになっちゃうんですが、で、はい、言ってたんだけど、はい、その時に枯れたことをして産業道路はこの中の足を入ってたんで、あ、ね、それをしていたのは見える？あ、そうなんだ。で、ちょっと映んないかな。いいスタイルがあるの。向こうに田んぼが中に入ってますね、石が。土地を開放。本当はここにあった。深澤さんの立ってるところに、はい、これの秋葉さんがあった。ああ、そうなんだ。で。これから向こうが私の土地で、だいぶ広かったんですね、こっちの山田さんっていうんだけど、山田さん、はい、土地のなりが悪いから分けてくれっつって、はい、あ、畑の、うん、見てますでした。
で、八木さんが移動して、萩原さんの下から移動して、だからこの一角だけ、はい、の私のそういうことですね、名前に、うん、ああ、そうなんです、うん、しかしこれとかすごい、もともと絶対祀ってたような綺麗な眉型というか、お蚕さん作ってたところで、こういうすごい綺麗な、なんかもうちょっと前に出してあげてもいいぐらいのすごい綺麗な本当ですね、うん、渡辺さんだったらこれどこ置きます？え、これどこ置きます？渡辺さんだったらそこ、どこだ、ここ、ここですか？あ、そうか、あの、ユニコーン持ってきて上を上げて中に丸石入れるって一番悪いパターンです、うん、あれそこに入れるって言って、ああ、そうですね、石山さん、うん、いけるかな、いや欲しい、私カメラを置こうかな、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそれ、まあ、池に石を見せていただく、はいはい。お家の石を見に来て。本当だよね。違うよね。気持ちがね。長時間すみません。ありがとうございます。はいはい、なんか大丈夫？